はい、今回ねダイソーでこちら磨いてスッキリ多目的クレンザー、これを仕入れましたのでね、早速使っていきたいなというふうに思います。こちらメインです。はい、お疲れ様でございます。今回は 3D プリンターでリコーダーを作っていきたいなと思います。前に 3D プリンターでリコーダー作ったことあるんですけどね、新しい 3D プリンターを購入しましたので、こちらでちゃんと音が鳴るか、これを検証していきたいなと思います。はい、完成したのがこちらのパーツになります。なんかね、思ってたより大きいな。だいぶ大きいリコーダー、ソプラノですかね。あるソプラノ、大きい方のリコーダーですよね。早速ね、組み立てていきましょうか。あらかじめね、ちょっとバリは取っといたんですよ。ヤスリで削っておきました。やっぱ大きいな。思ってたより大きい。あれ、これはまらへん。逆か。違う、奥まで入ってないだけか。よし、いけたいけた。で、こうして、あ、これはこうつけるだけです。うわ、苦しいな。あ、やべ、取れた。なんてことや。ここボンドでつけましょうか。苦しいな。はい、まずこの単体で音が鳴るかどうか、これを検証していきましょうか。なんか小学校の頃こうやって音鳴らしてませんでした？微妙なとこやな。なるかならんか微妙なとこやな。まあ、ちょっと組んでいきましょうか。これをボンドで接着します。ボンドで接着してしまったらもう掃除できないんですけどね。しかしここのね、隙間が空いてると音が出ないらしいんですよ。あ、こっちか。あ、ボンドが手について。そしてこれをドッキングと、ここのラインに合わせて接続すると、まっすぐになってない。まっすぐになってない。ずれとるかな。ここか。これでまっすぐですか。こちらサイズなんですけどね、めちゃくちゃ長いですよ。こうドッキングした時に 46.5 センチもあります。めちゃくちゃ大きいな。こんな大きいリコーダー、小学校で吹いてない。いや、どう考えても大きすぎるよ。大きすぎるやろ。噛んでない。今のは噛んだ。いや、噛んでない。はい、それではちょっと拭いていきましょうか。幅が広いな。なってない。全然音が鳴ってない。ピッピーってなんなん。どっか音漏れとるか。ピーピー鳴ってるだけやないか。無理や。また失敗したっていうか、もう成功した。これね、印刷が失敗してるわけじゃなくて、もともとこういうデータなんですよ。ここがこう合わせやすいようになってます。しかしね、ちゃんと音が鳴る。綺麗に印刷できてるんですけどね。ここかな。ここがあかんかったかな。いや、でもね、テスト時にはちゃんと音がかろうじて鳴ってたような気がしただけかもしれん。小さいの印刷したらよかった。もうでかすぎるわ。リコーダーにしてはでかすぎるわ。手のサイズに対してこの大きさですよ。手のサイズは人それぞれ。このくだりをやりました。これはちょっとね、ピッチがめちゃくちゃ、小指とかなんかもうちゃんと押さえられてないと思うんですよ。しかしこの辺では音がもう出てないということで、最初からあかんかった。こちらの 3D データですけどね、この動画概要欄の方からダウンロードできるようにしておきません。もちろんありませんよ。下に動画概要欄にリンク貼り付けてませんよ。それでは以上ではありましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。邪魔や。これ邪魔になるわ、ほんま。ああ、ちょっと待ってくれ、レール。